これより演奏していただくのは八ツ橋流奏曲の皆さんです。八ツ橋流は江戸時代初期に八ツ橋検校によって創始され、松代には二代目藩主信政の側室お通が京都から伝えたとされています。真田家は八ツ橋流奏曲の普及に力を注ぎ、それが横田家や影生家に伝わりました。明治以降、武家社会の没落により、八ツ橋流奏曲は衰え、一度は伝承が途絶えましたが、影受けを継いだ真田信の非常な努力により再興され、今なお厳格に伝承されています。そんな歴史のある八ツ橋流奏曲を心ゆくまでお楽しみください。それでは八ツ橋流奏曲の皆さん、お願いいたします。皆さんこんばんは。八ツ橋流のおことをこれから弾かせていただきますが、八ツ橋流は現在真っ白にしか伝わっていない流派です。で、皆さんが知ってるおこととは多少違うと思います。一人で弾くことが原則ですので、そんなに合奏はまずいたしません。おことだけの演奏になりますが、そんなにたくさん曲目があるわけではないし、派手でもないので伝わっていかないのは仕方ないかなと思いますけれども、この松代の地で脈々と培われてきた八ツ橋のことを今日は聞いていただきたいと思います。今日はまず最初に臨月という曲を聞いていただきます。この曲は他の流派では乱れとかいう名前で呼ばれておりますが、多少の変化とかちょっと変わってるとかっていう意味が臨月ということなんですが、短いフレーズのが何段も続いていきますが、八ツ橋流はほとんど歌がある曲なんですが、これと九段という曲は歌がない曲なので、その2曲しかない曲の 1曲の乱れという曲を弾かせていただきます。それからその次は天下太平という曲を聴かせていただきます。この天下太平というのは今、日本でいろんなことが起こったり大変なことが起こっていますが、皆様の心を安寧に平らけくできますようにという願いを込めてこの曲を選ばせていただきます。ではどうぞごゆっくりお聴きください。Thank you.
してこなかったんですけど、なんかあの八橋流というのは組曲だけで、今のも全曲弾いたわけではなくて、間の2段3段をあの抜いてあの弾いたんですけれども、あのそうかと思う、松戸小学校の琴クラブを教えているんですけど、子どもさんたちが弾く、雨土、それから狼三匹っていう可愛い曲もありますので、その曲をちょっと弾いてみましょう。Thank you.
んでしょ、こんなに出てきて、こんなに出てきて困りますじゃあ行きます。これが八つ橋流で一番最初に習う歌のついてる曲なんです。じゃあもう一回やりますね。何匹いたのか、どうしたらいいのか、じゃあ行きましょう。八つ橋流奏曲の皆さん、ありがとうございました。皆様、もう一度大きな拍手をお願いいたします。